の名前を呼ぶと必殺技みたいに聞こえると言われています。例えばベンザブロックなどです。一度試してみてください。まあ言い方でしょうね。でもすごい男みたいなこと言いますね。結構男はこういうの好きなんですけども、じゃせっかくなんでちょっと七地さんに電話して聞いてみましょう。ベンザブロック、じゃあ電話かけたいと思います。お、かかりました。七地さん、まあ出るでしょうね。最近電話皆さん出てくれるんで。お、いいね。はい。あ、もしもし。はい。こんばんは、ジェイブスパークです。え、三代目ジェイソルブラザーズの今井宏です。え、七地さんですか。はい。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、普通歌見させていただきました。ありがとうございます。七地さんは、はい、薬の名前を叫ぶと、はい、まあ、必殺技みたいに聞こえると。はい。これ結構やるんですか。はい、いや、なんか友達と言ってたり。あ、そうなんですね。前したんですけど。へぇ。ちょっと聞きたいなと思って電話したんですよ。いや、ちょっと恥ずかしいですね。本当ですか。全然大丈夫ですよ。いや、はぁ、あ。じゃあ、行、はい、ってもらいましょう。じゃあベンザブロックでいいんですか。ベンザ、とりあえずベンザブロック行きましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、ベンザブロック。おお、なるほどなるほど。はい、まあ、次なんだろうな。ベンザパブロンとか。パブロン、パブロン行きましょう。はい、どうぞ。パブロン。ああ、いいっすよ。いい感じになってきました。じゃあ次は、いや、これはやばい。エスタックイブで。行きましょう。エスタックイブで。はい。はい。エスタックイーブ。聞こえますね。やばい、これは。あ、でもいい感じですね。はい。七瀬さん。はぁ。ちょっとじゃあ今度やってみます、自分も。あ、いや、今やってほしいです。あ、マジっすか。はい。マジっすか。ベンザブロック。あれ俺の方が良かったんじゃないですか、どっちかっていうと。いや、あ、すごい良かったです。良かったですか。はい、なるほど、こういうのやってるんですね、はい、最近は、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次またなんか新作あったら、はい、ぜひメッセージください。はい、はい、失礼します。失礼します。はい。はい。ということで、七地さんとお話しさせていただきました。ベンザブロックからのパブロン好きでしたね。俺結構。七地さんのパブロン、いい感じでした。すごい面白かったですね。それでは、次のメッセージいきたいと思います。ラジオネーム、みゆきさん、女性の方からいただきました。リュウジさん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。突然ですが、私の悩みを聞いてください。私は話し方がバカっぽいとよく言われます。バイト先の人にも黙っていればいいのにね、もったいないよねって言われるぐらいです。どうしたら落ち着いた女性らしい話し方になると思いますか、というメッセージです。ちょっと流れでもまたちょっとじゃあ電話してどんな感じか聞いてみましょう。みゆきさん、バカっぽい、どんぐらいバカっぽいんだろうね。で、いますよね、こう見た目と違って喋るとこう雰囲気が変わっちゃう人とか。あれ、こっち、こっちのパターンか。お、おかけになった電話をお呼びしましたが、おつなぎできませんでした。はい、電話出なかったです、みゆきさん。留守電にもなんなかったな。なんかすごい寂しい感じでしたね。まあでもしょうがないということで、みゆきさん、じゃあ次回お話できればなと思っていますので、またぜひメッセージください。よろしくお願いします。
というわけで皆さんメッセージありがとうございました。